はい、上野養魚場さんの昭和2歳目サイズが50センチです。お願いします。はい、この鯉もあのまた白地が良くて、ベニなんかこの辺のベニはすごくこう厚みのある感じで綺麗なものがあるかなと思います。で、墨がまだこう全体的にちょっと頭の方しか出てませんけど、この辺の沈んでる墨の影の感じもすごくこう艶のいいのが出てきそうだし、こう全体の模様のバランスも面白いし、いい子にならないかなという感じがします。はい、まだね墨がちょっと荒々しい感じなんで、これからですね。でもまあ白地も綺麗だし、これで決まればまたこう派手な鯉になるかなという感じしますね。はい、それでは横の方もお願いします。はい、いい感じで出てきてますね。そうですね、やっぱり影が決まる墨はすごく後で墨質のいい感じになってくるんでいいと思います。はい、ですね。はい、はい、少しアップし始めます。まだこうベニなんかも粗いとこがありますけど、年取っていってやっぱこう少しずつ締まってくると面白くならないかなと思いますね。はい、模様もねバランスが取れてますしね。はい、やっぱですね、墨がどういう風になってくるか、はい、そしてベニとどういう風に閉まってね、どういう感じになってくるか、はい、楽しみな昭和ですね。そうですね、やっぱり炭が出てくると昭和ってほんと変わってくるんで楽しめるかなと思いますね。はい、いかがでしょうか。こちら上野養魚場さんの昭和2歳目、サイズは50センチです。ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。